ॐ सहना भवतु सहनौ नातु महावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय आविराधिर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणं मुखां ते नमामि पाहि नित्यम्।神様、イージス罪から実須罪へ導いてください。無知の暗闇から知識の光へ導いてください。死から不死へ導いてください。我々の中に我々の中にお入りください。お入りください。あなたの優しい顔で、あなたの優しい顔で我々を守ってください。守ってください。オーンシャンディシャンディシャンディハリオーン。チンポンで祈ります。ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ।皆さん、おはようございます。おはようございます。 Two questions。 One was that after Satori, then you don't need any more Vedic rituals. Uh-huh. And the other one? これ一つは前の勉強の関係で二つ質問がありましたね。我々の言い訳は、もちろん質問があれば、これ、リオナルドさんに送って、リオナルドさんにまた連絡して、私は答えますね、次のクラス。それで二つ、これ質問、聞いてます。質問は聞いてます。一つは、悟った後、これ儀式が必要がありますか、必要ではない。でそれで、もちろん悟りのために、儀式はいらないですね。ね、悟った後、儀式いらない。なぜなら儀式、皆さん、これ、目的、儀式の目的は皆さん理解してください。一つは、前カルマ関連。その、ベーダの
儀式の目的はいろいろ願いを満足するためにの儀式ですね。それですけれども、ギャノカンダ、それだとウポニシャ、その時儀式のことはあまりないです。ですけれども、これ、バガヴァッド・ギターの中にあります。ヤッギャ・ダーナ・タパ・クリアハ。例えば、儀式、それから、お切符をあげる、それから、厳しい、いろいろ、霊的な実践、心の純粋のために必要です。ね、心の純粋のために、その種類、やり方をやることを必要です。ですけれども、接続的な目的でそうしないで、霊的な目的、例えば清らかになりたい、純粋になりたい、その目的でもしその儀式をしますと大丈夫です。と悟りの前、その種類儀式が必要で、バガヴァッド・ギーターの考えで必要です。で、悟った後が必要がある、ありません、それ質問です。ないです。ないですけれども、なくても、悟った後、時間のどのように過ごしますですね。だから、悟った後は、時間の過ごすの一つ方法が、儀式が好きですから、神様の礼拝が好きですから、ね、神様の名前を繰り返し繰り返し、ジャパも好きですからします。わかりますね。なぜ今までずっと神様の名前を唱えましたから、ね、本当は悟りのためにいらなくても、だって本当は普通、as a discipline、だから訓練のために、それから瞑想、毎日の瞑想、朝、夕方、で、必要なくても、どうしてします?なぜなら一つは、皆さんの教えるために、まだ悟っていない人のために自分が霊になる。ね、それの一つが目的です。悟った後何もしないと、例えば、悟りたい人、駆動者を、それが多分悟りのためにいらない、その間違いのか、誤解の可能性あります。そして皆さん、よくわかりますね。例えば、ベルルマット、ベルルソイン、スラームクション直弟子、皆悟った人ですけれども、どうして毎日、夕方、朝、瞑想のために祭壇に行っていますか?自分のためにいらないでしょ。ですけれども、瞑想が好きですから、一つ。もう一つは、他のお坊さん、先、例えば、駆動者になって、これ、疎院に入って、王さんになってますから、その人のためにも、これ一つ、エグザンプルみたいですね。で、それのために、それみんな瞑想してます。で、普通の人の瞑想と悟った人の瞑想は何ですか?何が違う?我々の皆さんの普通の駆動者の瞑想は戦いみたいですね。それほとんどプッティアーロみたい。いつも心は瞑想の手間を考えないで、他の人、他のものを考えています。そしてまた引き戻してまた考える。それが戦いみたい。で悟った人はそれだね、自然で出てます。神様の考え。ね、それが違う。ですけれども、神様の考え好きですから、瞑想を続けてます。神様の名前繰り返し繰り返しが唱えるが好きですから、唱えてます。そうしないと何をします?わかる、いうことわかりますか?もちろん長い瞑想、それは知らん人言ってます。自然でつまらなものね。いつもその方、悟った人の、ね、自分の
特別な、ね、例えば瞑想の実践にいらない特別なこれジャポンいらない。どうして？いつも自然で神様のことを思い出してますから。ね、悟ったの後は、ね、悟った人の神様のこと、真理のこと、自然でいつも思い出してます。そしてまた別の瞑想とジャポンのために座らなくても、座るはいらないです。わかりますということ？本当にいらない。なぜなら、ジャポンと瞑想の目的は何ですか？自然でできないですから、それのために訓練です。それ、プッツの目的とジャポンの目的はそれではないですか？ね、スラムクリシナ言うこと言ってます。一つありますね。とても暑いの時何が？え？仰ぎ。仰ぎ。仰ぎを使ってます。仰ぎ。仰ぎを使ってます。ね、もし自然で風は流れてますから、仰ぎは必要ですか？必要です。必要ないでしょ。If the wind blows naturally, why should you unnecessarily、use the fan? 本当に悟った人はそうです。自然で出てます。いつも神様のことを思い出してます。ですけれども、どうして座ったのスキーになりましたから、その目的です。もう一つ先言いました、ね、他のお坊さんの例えば、素因のスキリュールありますね。スキリュールの朝、一つ瞑想あります。それをもし、みんな悟った、例えば、シナムキの時期でし、みんな悟ってますから、行かない。新しい、例えばお坊さん、他のジュニア、何や。まあ、見習いお坊さん。例えば、普通の先、素因に入ります。そのもしそれ行かないと、その、例えば、新しい入った、ね、お坊さんの何が、やる気出ないですね。そして、スラム、シャミビビカン、とっても厳しいでした。みんな、直弟子に。もし行かないと、スラム、シャミビビカン、とっても怒って叱られていました。一回シャミトゥリアノンジが、皆さん知ってますね。トゥリアノンジレベルがどれぐらい高い？ある日、シャミジ、祭壇に入った朝、瞑想の時、時々チェックしてました。どなた来てました、どなた来てない。もし来ないと、その人は、その日、素因から、これ、食事は出ません。それが、宅発する。それ、ブロマノネジム、シバノネジム、一回宅発するのために出なければなかったです。うん、それぐらいシャミビカンで厳しいです。ある時、トゥリアノンドジムは、自分がとてもとてもなんか、とても厳しいですね、霊的の実践で。ある日、トゥリアノンジ行ってなかったですね。とシャミジ、尋ねました。ホリバイ、イエスコ、ホリバイ、ブラダーホリ。ね、トゥリアノンジの、ね、お坊さんのなる前がホリでした。ホリナート。と、シャミビガンでホリバイ、ブラダーホリ。ね、ブラダーホリ。ホリバイ、どうして今日はあなた朝の瞑想のためにどうして祭壇に行ってなかった？トゥリアノンジ言いました。今朝ちょっと体良くなかった。これ、体の状態、あまり良くなかった。シャミ・ビベカンで言いました。これ、あなた、体意識、今もあなた持ってますか？それが、シカレルの言葉です。あなた、体意識、今も持ってます。それのために、あなた言ってなかった。そう考えてください。シャミジー、どれぐらい厳しいですか？どうして？なぜなら、Satan example before the other junior, other monks and brahmacharins。そして今、
どうして必要ですか、例えば儀式、例えばベルモン。シャミ・ビベカンダ・ドゥルガ・プジャはやってますでしょ。ドゥルガ・プジャ、カリ・プジャの言うてでした。それも準備しますでしょ、ベルモン。みんな悟った人 ですけれども、なぜそれを好きです。ね、でスラーム・クリシュナは自分ともちろん、神様の化身でしたけれども、言ってませんでした。参加してませんでしたが、礼拝と自分ですね。でそれ一つ質問の答えです。もう一つ質問。Why? 別の質問は、どうして神様、例えばブロンマン、遊びのために、これ、宇宙を作らないといけない。そのポイントありました。Why ブロンマン I believe you told me that. すべての楽しみの源は神様ですけれども、うん、苦しみの源も神様ですか、うん、That was the question. But another question that I remember, why 神様 was, or maybe someone privately, I don't remember. The question by email was,if all these gross pleasures、have their origin in Brahman,What about pain? じゃあそれで、もう一つ質問は、例えば、すべての楽しみの、これ、源はブラッマンだったら、苦しみの源もブラッマンですか？それの答えは、本当は、二つ、例えば考えた方がいい。ブラッマン純粋ですね。例えば絶対の真理ブラッマンの本当は本性は楽しみです。そのポイントです。そのポイント考えで関係で私は説明しました。で苦しみではないです。ですけれども苦しみは どうして出てますか？楽しみはないんですから苦しみ。本当は別の苦しみはないです。本当は楽しみがあります。例えば黒さ黒さ本当はありますか？黒さはないです。例えば、ライトがない。例えば、光はないの時、例えば何が黒さで。例えば、太陽。太陽は何ですか？本当は、例えば夜。本当は夜ないです。なぜ夜がシャドウです。ですね。で例えば、だって太陽のシャドウで私は本当は暗さ。本当は本当は光が正しいです。そして、本当は、もし、真のことを考えれば、私服が本当はあります。苦しみ、悲しみの別の存在はないです。で、マヤの影響で、これ、私服をかぶせてますから、隠れてますから、苦しみ、悲しみは出てます。ですね。それが答えです。でもう一つは質問ちょっとわからない。例えばどうして神様は自分はいっぱいですから、どうして神様の遊びたもに、遊びのために宇宙を作らないといけない。どうしてですか？ね？神様、普通の人はこれ何が寂しいですから、それ遊び必要です。時々時間の、ね、面白い方法で過ごしたいなら、ね、遊びたいです。で神様はそれではないです。神様いつもいっぱいです。いつもいっぱい。He's always full. 絶対いっぱいです。でどうして神様は寂しい？その考えちょっと おかしいではないですか？でそれの答えは、これいろいろなぜなら創造的、どうして宇宙は神様を作る何の目的で、そして一つテオリーが、アイディアは遊びですね、神の遊び。これが一つテオリーみたいです。いろいろテオリーありますね、神様。ですけど、本当は目的は何ですか？自分に神様にならないと神様の目的は我々は創造だけではないですか？我々は本当神様の考え何があります？我々は本当はきちんと説明が無理ではないですか？なぜ我々自分の神ではないんですか？ですけれどもいろいろ何が
これ聖者をいろいろ方法で説明しています。神様の目的はそれではないですか、それではないですか、それを聖典の中にいろいろ出ています。 OK。 でそれから昨日の話は、昨日の先週ですね、の話は最初はプロヨジョナム、金プロヨジョナム、目的は何ですか、オポニシノの勉強、その関係で我々言いました。一つはタロティショーコンアトマビット、すべての苦しみ悲しみをこれ何が取り除きます、消えますね。オポニシノの勉強でそれを消えます。オポニシノの勉強、その意味は実践も合わせて考えてくださいね。実践も合わせて。それで、それの次は、目的は、ビッダテ・ヒダヤ・グランティ。チッジャー・グランティ。それ結び目。で、それも切ります。それもありますね。チッとジャー。例えば、物質と知識と意識と、例えば、実在と非実在ですね。無知と知識とマヤとブランモン、それの結び目、それを切ります。で、これも一つ。で、残ったもの何がある？例えば意識だけ残っています、ね。実在の、これ、何が、これ実在の意識だけは残っています。それからもう一つ何ですか？先の話、チッダンテサルバサンシャヤ、すべての疑いは消えます。その関係で我々前言いました。これ一つは何ですか？自分について。これ我々の本性は何ですか？体、心、知性、自我だけは別の存在はあります。もう一つは、アトマンと体、心、意識、それ、または本当の本性は魂だけ。で、いろいろについて我々の困難もあります。なぜなら2つ意見もありました。その関係で、のちけたの質問、我々はそれを、引用しましたですね。と、死神にそれを質問しました。で、何がある人の考えで、亡くなった後、魂が続けてます。別の考えで、これ、全部なくなりました。どちらが正しい？それについて質問、ね、疑いありましたね。それから今次のポイントは、我々の人生の目的は本当は何ですか、ね、人生の目的。それについていろいろ疑いありませんか？プッツォ皆さんのことを考えてください。ね、皆さん、プッツですね。プッツの人を皆さんのことを考えてください。で、皆さん、ほとんど皆さん何が、これ、生活、良い生活ですね。good standard of living。それが十分ではないですか。一般的な人は、普通の standard of living、例えば食事、食べ物、飲み物、食べ物、服、それから建物で、例えば家族でみんなで、例えばいろいろ楽しみ、それで楽しむで、それ一つ普通の人はそれ目的じゃないですか。また別の種類の人の目的は、例えば何ですか？名声欲、ネームアンドフェイム、それもあります。ある人の目的はお金だけ、いっぱいお金で稼ぎます。いっぱいお金で何をします？亡くなった後、そのお金がの状態が何になるの、何も考えないで。Money for the sake of money。ね、
で、これです。それも目的もありますでしょ。ある人の目的は何が、旅行が好きです。え、旅行好き。あちこち、あちこち、あちこちね。それで目的は旅行。別のあまりない。で、それいろいろ目的ですから、本当の目的は何ですか。それについて、で、霊的に人の目、だって、人の、だって、駆動者の目的は、これは神様を悟りたい。例えば真理を悟りたい。悟り means realization。それ悟りたい。それは駆動者の目的ではないですか？で、皆さん、そうではないです。悟りについて、真理について、神様について聞きたいです。ね、聖典の中に何がある。で、それもありますでしょ？で、それの中に本当の目的は、人生の目的は何ですか？それについて疑いは絶対あります。ね。で、みんなバラバラです。で、それの中に本当は何が目的は何ですか。で、それの考えて、例えば、私は今は簡単な答え、ますけれども、後で申し上げる。簡単な答えは、ね、本当の本性は我々のこれ自分の、例えば私は魂、それを悟る。例えば同じことブラッマンを悟る、真理を悟る。それが本当人生の目的です。ですけれども、それについて疑いあります。で、次は疑いはどのように、そのもし本当の本性は悟り、それをだったら、これ、方法が何ですか？悟りの方法は何ですか？それについて、いろいろ宗教のいろいろ方法はありませんか？ただ、キリスト教ほとんど祈りがとても大事。ね、イスラム教も祈りもとても大事。仏教も祈りよりも知識ですね、いろいろ。瞑想と知識、もっと大事。で、例えば、ボクティヨガ、インドでボクティヨガが神様に対する愛、神への愛、増やす。カルマヨガ、例えば、ヒール的なお仕事、それ一つ方法。それから、瞑想も一つ方法。もう一つは、実在と非実在、識別して実在のことを考える。いろいろ方法ありますから、でも本当は、すべては正しい。これ、ある道は間違いや、別の道が間違い。一つ法あった方がいい、いろいろ法あった方がいい。それについて疑いあります。ありませんか？ね、ありますでしょ？で、それについて、ウポニショを勉強すれば、それぞれ理解するはできます。ですね。と、答えは、もちろん、これ、一つ意見で、そんなにいっぱいオプションなくても構いません。これ一つ方が、もしなかったら方がいい。一つ、そうしますと困難でますから、悟りに一つ方法、二つ方法あった方がいい。また別の考えは、例えばヒンズー教の考えではそうしないで、人と人は違いますから、力、と、ね、理解の力、実践の力、好きも違う、好きな方、そして別々あった方が、いろいろあった方が、オプションいっぱいあった方がもういいではないですか。で、ウポニシャドの中にそれも一つありますね、いろいろ方法、どちらが方法あります。それからもう一つは、これ、どうして我々は、これを実践します。僕、方法ありますけれども、どうして実践します、ね、それが一つ大きな質問になります。一般、普通に一般的な人は何も実践してないでしょ、ね、どうして私は実践しないといけない。例えば、シャミ・ビベカンドいつも言ってます。言ってましたんですね。ベダントの話の時。何がベダントの大きな言うことは何ですか？あなたは体ではない。
心ではない、知性ではない、自我ではない、感覚ではない、あなたはアートマンです。ですね。と、我々普通の経験の反対のことではないですか。我々普通の経験が何ですか。私は体、心。ですから、シャミベガの教えは全然反対です。あなた、体、心ではない。あなたはアートマンです。アートマンが何のものですか。わからないですね。と、そして、シャミベガのその話を聞いて、ある、これ、参加者、シャミベガの話の参加者ある、女性。尋ねます。シャミジ、by this teaching that we are Atman, are you trying to hypnotize us? ね、hypnotization? Sai Min. あなたは私を催眠したいますか？催眠したいますか？催眠？催眠を。かけたいんですか？催眠避けたい。かけたい。あなたは私を。私に。あ、違う。あなたは私に催眠かけたいですか？ Do you want to hypnotize us? Because our 経験は違う。普通にとの経験は違うでませんか？我々の普通は何？皆さん意識、何？質問、意識は何ですか？私の体、心。でしょ。あれ、アートマン全然知らないです。ですから、あなたの教えは私は体、心ではない、私はアートマンです。アートマンなのは分からないです。そして、その感じで、Are you hypnotizing me? Are you hypnotizing us? で、hypnotizing はそれではないですけど、今、本当は別の全然イメージを作ってを、ね、ある hypnotize the person whom we want to, he want to hypnotize.Wants to make him believe that he is something different. Then, then, 別の、その人の普通の状態ではない、別の状態を想像して別の状態に入る。その処理がヒプノティズムではないですか。で、普通の状態以外、別の状態。で、それを想像して本当に he wants to make him believe. ね。それが信じさせたい。信じさせたいですね。それがヒプノティズムではないですか。ヒプノシス、ヒプノティズム。そして、その、プツでしょ。そのような、その参加者のその種類、プツのシャミジ、Are you hypnotizing us? シャミジの答えはとても面白い。No, madam, I try to dehypnotize you. I want to dehypnotize. と、madam, あなたを、催眠されてないです。かけてないです。私はあなたを初期つかせたい。あなたを初期つかせたい。I want to dehypnotize you. Because、初期つかせる。言わない。ありますよ。あ、じゃあ、OK、OK。で、それが反対何が？ディープノタイズ何が？目覚めさせたい。目覚めさせたい？ OK、正しいことを、本当は正しい。ディープノタイズ、この前後関係で、I am to tell you, to teach you the truth, 真理。ね、What is the truth? The hypnotism is just 創造的ではないですね。本当は、ですけども、実在のことをあなたに教えたい。その言葉がいいではないですか。実在。ね、あなたは私はヒプノティズムではないですね。これはあなたに私は真理を教えたいです。その目的です。で、それで本当は目的はどうしてそれを勉強します。どうして私は実践します。なぜなら、I want to know the truth ですね。それについてはさっき言いましたね、疑いあります。で、次はユニバース、宇宙についても質問は疑いいっぱいあります。どのようにその宇宙は出てます。
で例えば物質的な哲学者の考えで自然で出てます、ね、ですけれどもまた別の意見です。自然は物質ですから、ある物質は別の物質を作ることできないですね。ね、例えば、あなた見たことありますか？ある、例えば、何が、山は別の山を作ってました。だって、富士山、またちょっと赤ちゃん、もう一つは、何が、赤ちゃん、これ山。え？ベビーマウンテン、それを作りました。見たことありますか？それは ないです。物質 cannot make another 物質。物質、別の物質を作ることできない。絶対それの中に意識がある、ないと。意識の存在はないと。ある物質から物質から別の物質を作ることができない。物は作ることができない。絶対意識の存在はないと、それは、だって、もし、スクールのこと、もしありますね、スクールのこと。それスクールのことがあったら、絶対、例えば、意識を持っている存在はないと、これ、いろいろものスクールこと、想像することできないんです。でそして、別の、例えば、考えは、例えば、この宇宙は自然で出てません。神様を作りました。例えば、ブラムホンを作りました。で例えば、ブラムホンは意識がありますね。でそれを一つは、これ、こんなのありますから、ウポニシャド勉強します。それを割る答えは出ます。それから、また別の混乱は、この宇宙の基礎は何ですか？ね。その宇宙の例えば源は、例えばその宇宙の基礎は何ですか？と、これ皆さんの例えばエリメント考えます。エリメント。エリメントは何だ、要素？例えば普通のね、科学者の考えでいろいろエリメントで、ね。要素でいっぱい。So they make new invent, find out new element.So I don't know now how many elements, maybe about 100 or something like that. で誰が100ぐらいエリメント、ね、あります。インド哲学の中にもエリメントのことあります。だって5つエリメント。ですけど、5つのエリメントは本当は源ではないです。そのエリメントの源はプロクリティですね。根本的にエネルギー。あれこの根本的なエネルギーの源は何ですか？ブラムマンです。ね。そしてその宇宙はの基礎はブラムマンです。ね。と本当はブラムマン、例えばブラムマンにこの宇宙を重ね合わせてます。本当はブラムマンが基礎です。ね。例えば覚えてください。この有名な例、例えば、これ、縄に、これ、蛇を重ね合わせています。同じ。本当は同じ。これは、これ、ミクロレベルでその例です。ミクロレベルです。マクロレベルで、同じ例は、その宇宙に、例えば、ブラムホンに宇宙を重ね合わせています。ね、と私、どうして言ってます？それが疑いあります。一つ意見がそうです。ね、これがエリメント。これ物質。宇宙のね。This is a いろいろエリメント。エリメントで、だってコンビネーション、パルミューテーション、この合わせてていろいろでしてます。で、インドでもそのエリメントありますけれども、そのエリメントの源はあります。ね、それがプロクリティです。ね。そのプロクリティのも源はあります。それが何ですか？ブラムマンです。そしてその宇宙のベーシスはブラムマンです。ブラムマンはないと宇宙はないんです。ですね。で、それも、で、それ宇宙について、それが我々は質問になります。次は神について、それも大きな疑いあります。
神あります、ありません。最初。神があります、あったら、その神は何でしょうか。キリスト教の神の一つはアイディア。イスラム教のか、ね、考えで神の別のアイディア。それから、仏教の中に神もあまりことはない、出てないです。でヒンズー教の中に神が別。別だけではない、いっぱいいっぱいあります。33クロール。33クロール、例えば何がいい ?3 億3千万。3億3千万。それで、ゴネシャもあります、シヴァもあります、ドゥルガもあります、サルシャティもあります、ルクミもあります、ビシュヌもあります。でね、リストが長いリストです。それの中に、ね、皆さんこんなどちらが正しいです。ね、ヒンズー教、イスラム教、ね、キリスト教、ヒンズー教の中にいっぱい神、女神、神道の中にもそうではないですか。ね、とても有名な人も後で死んだ後は神になる。それはありません、神道に。うん、でその感じで またアクしてます。新しい神、ね、神様もで現れてます、神道の考えで。でそれで言ってどちらが正しい、皆さんこんなにいっぱいではないですか。えそれで普通の人は、OK、それかこんなんだったら考えない方がいい。神様ない方がもう簡単で楽です。それからいっぱいこんなんですから、ヒンズー教徒にいますと神様の一つアイデアだ。イスラム教徒に尋ねますと別のアイデアでは、それで皆さん本当はこんなんのことはないですか。そして本当は何でしょうか、神。我々はね、日本で神いますと、ね、時々私はあちこち言ってます。神は何ですか？最初は例えばね、テーマは、What is God? 神は何でしょうか？で、それの話の前、私は尋ねてます。どうぞ言ってください、参加者。あなたの神について、アイデアが何がある？と、ほとんど皆さんが、だって、あなた、皆さん聞いてますね。大体同じ状態。で、例外ありますけど、本当はアイデアが英語でヘジー、ヘジー言ってます。はっきり分からない。ね、はっきりイメージが出ない。インドで神、教えてもしあなた尋ねます。あなたの考え、神は何ですか？答え簡単。お、神がビシュノです。神がシヴァです。ね、その答え簡単。ですけども神様の形ありますから答えが簡単です。で形はないの時、だと神道ですね。神道で全然の何もないですね。ね。でそれをアルタだけ、祭壇だけ。で、神はないです。でその時皆さん、そうしてますけれども、その何の神の何のイメージを想像して、その感じ で祈ってます。敬礼してます。ですけれども、もちろんちょっとアイディアありますけれども、はっきり分からない。それが正しいです。でもちろん信じています。神様います。ですけれども、その神の本性は何ですか？分からないです。でそれについていっぱい疑いありませんか？ウポニシャードを勉強しますと、神の包括的なイメージでます。それがとても面白いです。ね、それ、all inclusive。すべての宗教のすべての神の創造、アイディア、ウポニショッドの中に入っています。それが特徴です。ね、神の補活的なアイディア、ウポニショッドの中にあります。それで私は、それでわかります。何が、本当は神の、これ、本性について疑うは我々は消えます。もしそうしますですね。それから次はどのように神を悟ります。でそれが同じ。自分の本性を悟る、神の本性を悟るについての話が一緒です。なぜなら、ミクロレベルで神様は我々の中にアートマン、魂の形で存在しています。同じ魂はマクロレベルで神様とブラッマンを言っています。そして本当は本性は一緒です。
そして自分の魂のね、悟りの方法と神様の悟りとブラッマの悟りの方法が一緒です。ね、ミクロとマイクロ、それだけ違います。ね、例えばそのコップの中にの水ですね、そのコップの中に水と、それから海の水、本層は量がもちろん違う。カップね、量が少しある。これ、海の水の量はいっぱいです。ですけれども、量を H2O ではないですか ?H2O、ハイドロジェン2アトム、オキシジェン1アトム。それではないですか。本層は一緒ではないですか、ね、でその感じで。で、我々個人的に我々の本性と、ある動物の本性と、神の本性、悪魔の本性と、神の本性、ね、全部一緒です。です、ね、ですけど、もちろん、現れは違う。ね、どれぐらい現れたのそれが別です。ね、どれぐらいカバー、どれぐらいね、カバーあります。例えば薄い、カバー何もない、あるいは厚い、そのカバーですね。それはいろいろありますけれども、本性は一緒です。例えば汚い水の中にも H2O、きれい水も H2O です。ですね。で、そのことを、について我々の混乱もありますね。それから、で、もう一つは混乱。例えば、個人的で、人、個人的。と、もう一つは何ですか?宇宙。全部合わせて宇宙。もう一つと神。その関係は何ですか?みんな別々ですか?それぞれ混乱の可能性あります。ね、神一つ、神の存在。もう一つ宇宙の存在、もう一つ個人的我々の存在、みんな別々ですか？あ、何が関係あります？それについてもね、これ疑いあります。それの関係で二元論的、非二元論的、限定された非二元論的の考えは出てます。ね、ドゥイト、アドゥイト、ビシシタドゥイト、その関係で、ね、私と神の関係と宇宙の関係で3つの哲学をインドで出てます。Isn't it? What is the relationship? それぐらい、それがもしね、もうちょっと深く知りたいだったら、その質問が出ますよ。Are you all different? Or are you all same?例えばキリスト教の2つね、アイデアあります。1つ、神とサタン。で、イスラム教ともそう、セメティック・リリジョン。ですけど、ヒンズー教の考えで、それありますけれども、1つかもちろんあります。で、神と信者。で、もう1つ考えで、1つ神様の1つ部分の我々。もう1つ考えで、神と我々は一緒です。ね、後でそれ話します。ですけれども、私は今のことは、で、これが、について疑うもあります。と、ウポニシャドの勉強しますと、結果は何ですか?チッディアンテーサラバサンシャヤハ。すべての疑いは消えます。もし、少しだけ疑いは残りますと、悟りはまだです。ね、悟った人の一つも少しもこれ疑いはないです。それが普通の例えば学者と悟った人ね、これ聖典の学者、聖典のことはあまり知らなくてももし悟れば、悟った人と普通の学者
のそれが大きな違いは、普通の学者はいっぱい知ってますけれども、もっといっぱい勉強しますといっぱい混乱、 あまり勉強しないと混乱も小さい、何も勉強しないと混乱が何もない、そして私そして勉強しない方がいい、その私は結論はそれではない、もちろんですね。でそれもちろんで勉強した方がいいですけれどもね、ですけどもっと大事なポイントは勉強だけではなく、本当は目的は悟りです。悟りのために勉強、勉強のために勉強ではないんです。勉強のために勉強、学者になるために勉強だったら、その人は絶対こんなにいっぱいあります。絶対あります。で、それ悟った人の、それはないです。で、ウポニショードを勉強して、もし悟れば、俺すべての疑いはなくなります。で、次のポイントは何でしょう？OK, just keep it there.それでもう一つはウポニシャドの勉強の目的は何ですか？クシアンテジャアッシャカルマン、クシアンテジャアッシャカルマン、私は書いてますね。見てください。クシアンテ、見えますか？大丈夫？クシアンテチャシャカルマン、クシアンテチャアシャカルマン、クシアンテ、クシアンテの意味は衰えてます、衰えてなくなる、それが意味です。シーのね、シアンテ、衰えてます、最後に消えます。何？チャアッシャ、勉強する人のチャアッシャを合わせますとチャッシャになります。チャッシャ、ね、チャアッシャ、チャッシャ、カルマーニ、このカルマーニは何ですか？カルマ、すべてのカルマ。カルマはシングラルはカルマ、プルラルはいっぱいだったらカルマに。すべてのカルマはなくなります。そのカルマは何ですか？皆さん、その本を勉強した人知ってます？それ我々の何や？カルマの補足を取りにね、その詳しいことが書いてます。なんですか？我々3つのカルマありますね。何がカルマあります？例えば、プラロブダ、それからソンチタ、それからクリアマーナ、ね、と、ソンチタカルマ、プラロブダカルマ、クリアマーナカルマですね。と、ソンチタカルマは溜まっているカルマです。と、このカルマは考えと働き合わせて、行動と考え、両方。考えも、我々ね、考えも一つカルマです。で、生命ですけれども。我々いつも考えてますね、それもカルマです。ね、良い考え、悪い考え。なぜならカルマはその人考えた後で働くになりませんか。最初は考え、心のレベルで考え。後で我々それのようにこれやってますでしょうか。そして源は考えではないですか。そして良いと悪い
とプツ、3種類あります。で、例えば、本当は悪い、非道徳的、ね、これが悪い。あ、もう一つ、良い、本当はいい。あ、いいではもない、悪くもない。プツ。ジャスプツですね。それ2つカテゴリーの中に入らないですね。ね、いいと悪くない、ジャスオーディナリー、ノーマル。それ3つの種類の考え。仕事もそうです。ですね。バッドカルマ、オーディナリーカルマ、and good カルマ。それの結果。それとカルマとカルマ、フォローです。ね。そう、カルマとカルマ、フォロー。我々は、もう一つアイディアは、根性だけではなく、前世。前世も数えられない、それぐらい前世の、その種類、良いと悪い、と普通の考えと行動の結果。で、今、続けてます、根性。また根性にまた処してます。と、それの一つは、溜まっているカルマの結果、一つ部分の結果。いっぱいいっぱいです。それの人溜まっているカルマいっぱいです。それの一つ部分だけで根性はできています。ね、でそれのそのカルマ一つ部分のカルマでこの根性はできているそのカルマ言っています。プラーラブドカルマですね。プラーラブドカルマ。で、また生まれた後、また新しいカルマもやります。ね、それがクリアーマーの言っています。その、今ちょっと時間ないですから、そのクリアーマーのコルモ。それとクリアーマーのコルモの一つ部分の経験、結果の経験、根性でやります。ある少し経験の、例えば地獄、天国にこれ味します。で、また残っています。クリオマーのカルモね、根性のあたり。それも、で、これ、溜まっているカルモと、それも合わせる。これ、アッします。なぜ、アディ加える。加える。加える。加えます。加えます。で、クリオマーのね、そクリオマーのカルモだと根性の新しいカルモの、で結果の、コルモの結果、一つ部分、根性で我々いろいろ苦しみ、悲しみ、その感じで味します。もう残って、それの中に少し結果で、天国、地獄。ですけれども、まだ終わってない。その種類、残ったクリオマのコルモは、溜まっているコルモと一緒、ね、同じ場所に入って、で加えてます。その感じで続けてます。ね、その歓迎、それの結果で、ね、頭また生まれてますね。それこれ、輪廻。それを、ウポニシャットの勉強して、悟って、すべてのコルモは消えます。消えますからの本当は意味は何ですか、ね、何が下脱はできます。でそれが意味です。シヨンテ、ジャアッサカルマーニ。それがウポニシャットの勉強の目的です。OK。これで終わり。あ、there is also a song, no? Okay, 最初は祈りですね。パンマントラ。オーム・プールナマダ、プールナミダム、プールナ、プールナムダッチャテ、プールナシャプールナマダヤ、पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सद श्री राम कृष्णार्पणमस्तु ओके अरिगतो गोज़ाइमासु लियो अनिवार्य